皆さんこんにちは。今日はですね、チータの簡単手作りおつまみということでやっていきたいと思います。今日はね、料理研究家の高健哲さんが紹介されていた、長芋のねガーリックサイコロステーキっていうのを真似して作っていきたいと思います。とっても簡単でビーガンなので早速作っていきます。はい、じゃあニンニク切っていきます。ニンニクは芽があるので芽を取っていきます。続いて長芋を切っていきます。高健哲さんは皮ごと使ってたんですけど、ちょっとチータン今回皮むいて使ってます。サイズの食べやすい大きさに切ってます。はい、じゃあね、炒めていきます。最初に、オリーブオイルでね、ニンニクを炒めていくんですけど、ここでポイントなのが、火をつけずにまず、オリーブオイルとニンニクをフライパンの上に敷いていくことですね。そうすることでこのオイルにニンニクの香りがつくので、これで火をつけていきます。で、きつね色になるのを待ちます。色がついてきたので一回揚げておきます。火を止めて、はい、こんな感じで揚げときます。で、香りがついたニンニクの香りがついた油にさっき切った山芋を入れていきます。長芋が出ていきます。で、これ注意があって、お芋に水分が多い、ついてるとですね、バチバチ飛ぶので軽く拭いていた方がいいです。洗ったりしたらね。では入れていきます。カリッとするくらいまで焼いていきます。ニンニクのいい匂いがする。だいたいお芋に焼き色がついてきたので醤油を入れていきます。醤油と、ね、黒胡椒を入れていきます。そして最後にさっき揚げておいたニンニクをかけていきます。はい、完成です。じゃあこれをいただいてみたいと思います。その前に今日もお疲れ様です。乾杯。おいしい。いただきます。
おいしい。ポイントは表面も焦げてるんですけど、中のそのシャキシャキ感を残すっていうのがポイントなんですよね。で、私あの今回ちょっと無農薬かどうか分かんなかったんで、この長芋がね、なのでちょっと皮剥いたんですけど、本当はね皮付きの方がいいと思います。というのがですね、あの皮が付いてた方がお芋さんからの水分が出てこないので、醤油とか入れる時にね、あの跳ねたりしにくいんじゃないかなと思うので、作られる時ね、あの皮付きでもし試される時はね、された方がいいかもしれないです。はい。でも皮がなくてもね、美味しいので、お好きな方でやられてみてください。はい。でね、あと、まあ、ちーたんね、長芋は結構食べるようにしていて、ずっと前なんですけども、私、長芋食べた方がいいよと、体に合ってるよって言われたことがあるんですね。なので、それから気をつけて食べるようにしています。漢方とかでもね、滋養強壮ですごくいいって言われてますので、スタミナがつく食事なのでね、ぜひね、今ね、寒いですしね、元気になりたいなと思われてる方、参考にされてみてください。お酒にはとっても合います。はい、という感じでですね、ちーたんこれからも、こういった簡単に作れるお料理とかね、あとはまあ自分が勉強で、自分が知った情報なんかをね、どんどん配信していきたいと思ってます。ライブ配信もね、ゲリラ的に始めるので、ぜひね、チャンネル登録していただいて、ベルマークをオンにしてお待ちください。グッドマークもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。